はい。おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。はい。今日はですね、このコロナ感染にかかってですね、治療をして、で、そして、完治まあ、治ったとしても、まあ、なかなか厳しい状態。まあ、ちょっと差別的ってことではないんですけれども、ずっとやっぱ厳しい状態が続くという、ちょっと僕の周りの現状をお話ししたいと思います。 はいというのはですね、えーまあ、日本でも報道されていると思いますけれども、この感染者の数ですね、やっぱ本当に、えー、広がっていってます、えー。周り、自分の周りでもどんどん広がっていって、まあ、大げさとか言う人もいるんですけれども、まあ、これは決して、まあ、大げさではないと、まあ、僕自身、まあ、ここに住んでいる人間としては、このカリフォルニア州に関して、えー、大げさではないという感じ、思います。 でね、あの、ま、あじゃあ次のあの、次こうやって言われる方いるんですけれども、じゃあ感染してもですよ。感染しても、治療して、まあ、それなりに体休めていれば、え、まあ、後で、まあ、回復するんでしょと、まあ、言われる方いる、ま、あそうやって言われる方も、まあ、多いんですよ。で、ま、あそれも、間違いないかなと思います。うん。 間違いないかなと。で、実際自分の周りで見てて、まあ、感染したと言っても、まあ、そんなめちゃくちゃしんどいとかならずに、えー、ま、普通に、ま、治療して体を休めて、ね、あのー、回復されている方も、やっぱいっぱいいらっしゃるんですよ、見てて。うん。ただですね、やっぱ一度感染してしまうとですよ。 ね、そのお仕事にもやっぱかなりその後に影響をしてる人たちが多いんですよね。で、それはどういったことかというと、アメリカだからといって、例えばね、全部が在宅ワークとか、ね、リモートワークとかそういうわけではなく、やっぱりまだまだですね、そのオフィスに行って、まあ、職種によっては、ね、例えば、ま、週2回ぐらいは絶対行かないといけないとかですね、全部が全部1週間丸ごとね、家から仕事するのは無理とかですね、例えば、午前中だけとか、午後だけとか、そういった、ま、会社とかもやっぱいっぱい、 あるんですよまあ、普通の事務所か、事務職とかにしても。うん。本当いっぱいあるんですよね。で、ただ、やっぱ感染してしまうと、それなりに、やっぱお仕事休まないといけないわけじゃないですか。うん。で、まあ、じゃあ治療しました。で、実際テストして、まあ、大丈夫ですよと。もうか、あの、もう完治してますよと。まあ、なったとしてもですよ。なったとしても、やっぱ職場に行くと、ギクシャクするみたいなんですよ。うん。かなり、え、大変みたいなんです。あ、お菓子お菓子欲しい。はい。 かなり大変みたいなんですよね。で、やっぱこういった人間関係ですね、きつい、精神的にきついと思うんですよ。まあ、日本でもそういったのあるかもしれませんけれども、やっぱ感染したという目で見られて、やっぱギクシャクしてそれなりに、なんていうかな、そのやっぱ距離を取られるみたいなんですよね。あなた近寄らないで、みたいな感じで。で、そんな中でですよ、まあそういった職種にもよりますけれども、ずっと仕事するって、 なかなか精神的にそのきついと思うんですよね。あ、あなた、ちょっとどっか行って、みたいな感じで言われたらいくら感知してるとはいえ、いや、映るかもしれないとか、やっぱ思われるみたいで。で、そのままですね、で、ぎくしゃして、まあ、自分の周りで、退,退職とか、まあ、仕事を辞められた方とかも、やっぱ多いんですよね。うん。なかなか大変みたいです。で、中にはですよ、まあ、それもやっぱ人種とか、そういったのにもよるんでしょうね。 うん、例えば、アメリカ人の職場なんかもあるわけですよ。ほんで、一部のね、その日本人とか、アジア人とかがいて、で、中にはですね、そのアメリカ人の中でも、その、まあ、コロナというのは、まあ、中国から一応発症したっていうことにはなってると思うんですけれども、いや、もうアジア人全部が悪いみたいな目で、やっぱ、見る人も一定数の割合でいらっしゃるんですよ。うん。なんかちょっと、えっと、怪しい人がいて、ピーナッツが吠える準備してます。はい <laughs> うん はい、で、で、まあアジア人全体が悪いみたいな感じで、で、アメリカ人も、その、例えば日本人とか中国人とか韓国人,韓国人とか、まあ大体その辺一緒でしょっていう人多いんですよね。まあそこからその、 いやお前たちのせいでは仕事に影響があったんだ、まあ、もうどうしてくれるんだみたいな感じでもう、やっぱり定スの割合でそういう人たちもいるみたいで,、ねで、そういったのも流れで、まあ、結構やめなくなって、やめないといけないとか、やめないと、まあ、いけない流れになっちゃったとか、まあ、そういう人たちも、まあ、周りで、まあ、いる感じです、残念ながら。 うん、まあ大変な状況ですよね、まあ、やっぱり治療したらやっぱそれなりに僕見てるとやっぱ治るみたいです、うん、でもやっぱそういった問題もあってちょっと、まあ、かわいそうだなとかちょっと思う部分もあるんですよねであとですよ、えーまあ、その仕事場だけでなく例えば、まあ、カリフォルニアでもアパートとかいっぱいあるんですよ全部が全部一軒家ではなくアパートとかもいっぱいあって例えばその1家族が、えーまあ、感染しましたとなった場合ですねピナッピナッ まあ、一家族が、まあ、感染したとなった場合。で、見てると、あ、その、そのアパートにギャーっと、やっぱりちょっと広がっていくような感じのところもあって、で、近所付き合いとかですね、そういうのもやっぱ大変になって、引っ越しまでしないといけなくなったとかもあるんですよね。で、まあ、このア,リアメリカ、カリフォルニアに関しては、まあ、アジア人あかなり住んでいるものですから、うん、ま、ピーナッ、ピーナッ、あ、ピーナッツ、ちょっと、下にお、ちょっと、置いてあったお菓子をさっきから、え、見て、見てんだ、はい。 うんまあ、そういった感じですでアパートで、まあねそのまあ、感染して、まあ、広げてしまったとかいう感じで,で自分のせいでも迷惑かけて、ね、もうその人たちも仕事行けなく、まあ、家でしばらく待機しないといけないような状況を作ってしまったとかもう精神的に病んでいる友達とかもいて、うん、なかなか大変だなと思ってその場所にいられなくなってその、まあ、違う、まあ、エリアに引っ越されたりとか、まあ、そういう人たちもい,いるんですよね。でただ今その引っ越すのも、ね、その簡単に ちょっと引っ越せない、もうその、オーナーさんとかも厳しいんですよね、そのチェックが。うん。で、ま、そ、ま、それは金銭的にもですし、ま、あそのコロナとかにも、ま、あるんでしょうけれども。まあま、そういった感じです。あ、ピーナ、ピーナ。うん。ちょっとね、去年、あの、朝今8時ぐらい。あ、ピーナ。ピーナの。ま、去年、あの、ちょっと朝8時ぐらいに今来てるんですけど。ピーナ。 今ちょっとね、朝8時ぐらいから今動画を撮っているんですよね。で、動画撮ってて、ね、いつも僕なんで朝撮ってる、よく朝撮ってるのはっていうと、あの人が少ない時間に撮ってるんですよ。それなんでかっていうと、僕の愛犬がよくあの他の犬を見つけて吠えるんですよ。なんか自分以外の犬が地球上にいると、なんかもう許せないっていうような、なんかそういう風な感じなんですよね。はい。 で、でもですね、今日はちょっとサンクスギビングっていう呼ばれるような日でして、えー、ね、その、まあ、アメリカで、まあ、まあ、いわゆるホリデーシーズンに入っているわけなんですよ。で、まあ、今日、こういう、まあ、今日は撮ってるのはサンクスギビングっていう、あの、日で、まあ、その日はですね、ちょっとパーティーとかしたりとかですね、まあ、集まってそのターキーなり、みんなで用意してちょっと集まって食べるっていうような、まあ、そういう日なんですけれども、まあ、そこで、 それでですね、まあ、今日スーパー今来てるんですけれども、来たとこなんですけども、ものすごい人でした。で、やっぱりね、その一部では、やっぱそんな関係ねえっていうような感じで、そういう、もうパーティーとか、やっぱガ,ガンガンやってる人たちもいらっしゃいますし、やっぱ自粛モードにな,なってる人たちも、まあ多い感じなんですよね。まあ僕なんかも、 僕なんかもあの、まあ、一応毎年どこかの、ま、グループとですね、え、まあ一、一緒に集まって、まあ、ターキーなり、まあ、お肉なり、まあ、そういうふうに、ま、ちょっと食べたり、え、してるんですけども、今年に関しては、ま、ちょっと、ま、静かに、ま、過ごそうかなと、え、思って、まあ、静かに過ごす予定でいるんですよね。うん。 やっぱり見てると、感染してる人たち、まあ人にもよりますよ。人にもよりますけれども、やっぱね、皆さん結構大、大勢の場所に行っている人たち、僕の見る範囲では多いんですよ。まあ家にいたけれども、家にい,いたのに、まあ感染しているっていう人たちも多いですけれども。 あの、全然人と関わってないのに感染したとかいう人もいらっしゃいますけれども、でも、やっぱり見てると、なんかそれなりに出歩いて人と集まったりとか、そういうふうな場所に行ってる人たちは、やっぱり結構感染者多いのかなという感じです。んで、ね、今このカリフォルニア州、その、もう、あんまりじ、ね、外に出ないようにというか、まあ、なるべく自粛っていうような感じになってまして、で、まあ、昨日かな昨日の夜だからスタートしてると思うんですけれども、えー レストランですね。レストラン。一応、その外に、まあ、まあの、僕ら前の動画でもお,お話しさせてもらってますけれども、まあ一応机とか椅子とか置いて、レストランの横でなら食べてもいいとか、えー、僕の近所では、まあそういう風な感じだったんですけれども、それもちょっとなくなってきてですね、なくなったんですよ。それも制限されて、もうレストランは完全に持ち帰りとかじゃないとダメっていうような、まあそういう感じになっちゃったわけです。 で、まあ、飲食店、まあ、どんな業界でも大変だと思いますけれども、まあ、皆さんの本当に、まあ、顔色、まあ、ご機嫌も、どん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 、まあ、ちょっと悪いような感じになってってるという、もうね、本当に悪い話、ニュースばっかりなんですけれども、まあ、そういった感じです。うん。まあ、これがね、なんか3週間ぐらい続く、とりあえず、とりあえず今のところ3週間続くっていうことになってるんですよね。なんか3週間は、えー、そのレストランはもう完全に、 テイクアウトだけとかまあそういった感じまあエリアによって違うかもしれませんけれども僕の住んでるエリアはまあそういった感じになってますまあでも見ててはやっぱしょうがないかなと思うんですよだってもう本当にずーっと広がってますもんでやっぱ広がったら、ね、さっきも言いましたけれども仕事をねそうやって休んだりとかしてでねああで休ん他の人にもねそのやっぱ 感染すると、いろいろ報告しないといけないみたいなんですよね。で、なんか、誰々と接触したとか言って、その接触した人も、やっぱ家でしばらく待機とかしたりですね、自分が本当に、まあ、かかってない、感染してないっていうのを、なんか証明しないといけない、まあ、テストとかもあるのかな、うん。まあ、そういうのもやって、まあ、証明しないといけないみたいで、まあ、ちょっとそういうしょうがない部分もあるのかなという感じです。まあ、でその制限に関してですね。 はい。えー、まあ今日は以上です。僕はですね、もうちょっと今日は帰って、トマトスープでも作ろうかなと思っているんですよ。先日ですね、トマトスープ、えー、ね、あのちょっと動画で紹介しましたけれども、まあ買ったトマトスープがあるんですけども、トマトを自分でちょっとサラダで使い切ったものですから、トマト買ってきたんですよ。トマト買ってきて、これ、まあ今日、今そこのスーパーで、えー、ボンズっていうところで買ったんですけれども、 え、これ4個で約400円。今日は約400円ですね。毎日なんか値段違うみたいなんですけれども、いつもですね、99センツストアっていうところで大体物は買うんですけれども、えー、ちょっと今日はもう行ってられないっていうことで今近所のところに来てるんですよ。で、で、あとですね、えー、なんかブロッコリーとか入れたら、なんか説明書にブロッコリーも入れたら美味しいの、美味しいよみたいな感じのこと書いてあったんで、まあ一応これ買ってきたんです。これ、いくらだと思いますこのブロッコリー。はい。えっ、ー、と、約90セント、約90円でした。はい。 まあ <laughs>、まあこんな感じです。まあ安いですよね。まあブロッコリー僕よく買うんですよ。で、なんか、なんかそのトマトスープになんかチーズも入れても美味しいよ、みたいなこと書いてあったんで、一応これ、4ドル、約400円ですね。僕はチーズ、こういった種類はいつも99センチス,ストアで、2ドル50セント、約250円で買うんですけれども、まあ一応今日買ったところは約4ドル、約400円でした。うん。で、あとこれにですね、まあちょっとトマトスープに、まあチキンでも入れて、えーね、あの、これ約ル、約、 ちょっと安売り今日してて、600円、6ドル、6ドルでした。はい、これをですね、まあ後でちょっとつくんで煮込んで、まあちょっと寒くなってきたものですから、まあこれを食べてちょっと温まろうかなと思っている感じです。はい、まあ皆さんもですね、 ま、なるべく <laughs>、あの、ま、気をつけられて、ま、行動、ま、日本の方もですね、広がってると、大変だっていうのを聞いたんですけれども、どうなのかは実際のとこわかりませんけれども、ま、僕、カリフォルニアは、ま、かなり、え、結構深刻な、ま、そういった状況です。はい。ではですね、えっと、今日は以上です。はい。ピーナッツにまたちょっとお菓子、お菓子、今日はこの緑色の、このお菓子をあげて終わりたいと思います。はい。 はい。今日ですね。ちょっと iPhone で撮ってみたんですけれども、車の中から。車の中で iPhone ちょっと撮るの初めてでえ、ちゃんと撮れてればいいんですけれども。はい。ではですね。えっと、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。